鏡を見るヴィーナスは、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが1613年から1614年に描いた絵画。鏡のヴィーナス、鏡を見るウェノスとも表記される。ティツヤーノ、鏡を見るヴィーナス本作は、イタリアの画家ティツヤーノ・ベチェッリオによって1555年頃に制作された、鏡を見るヴィーナスに習って描かれたものであるとされている。 縦 123cm、横 98cm の大きさを持つ。ファドゥツのリヒテンシュタイン公爵家コレクション書像。ルーベンスは本作を描く数年前の1608年にイタリアを訪問している。アメリカ合衆国の画家、ロバート・ラウシェンバーグは1964年に発表した作品、パーシモンにおいて本作のビーナスを画面の中心に据えている。 画面の中心に描かれているビーナスは黒から上がったばかりである。彼女は化粧室の中におり、黒みがかった赤色のオットマンに裸で腰掛けている。傍らでは朝黒い色の肌を持った使用人の女性がビーナスの髪を溶かしている。ビーナスは白い布を手にしている。ィーナスは長く光沢のある金髪を持っており、また左腕などに高級感のあるアクセサリーを 装着している。ビーナスは干渉者に背中を向けているが、翼を持ったキューピッドが掲げている八角形の鏡を通して干渉者の方をじっと見つめている。ありがとうございます。